イスラエルにあるカトリック教会のトラピスト修道院シナイ山にある聖教会の聖カタリナ修道院ロシアセリゲルコの島にある聖教会の聖ニル修道院セルゲイ・プロクジンゴルスキーによって1910年に撮影されたカラー写真パドゥラ修道院グレゴーリオハンメンデル修道士であるとともに遺伝学の研究もいった修道院はキリスト教において 修道士がイエス・キリストの精神に習って、祈りと労働のうちに共同生活をするための施設。男子修道院と女子修道院とがあり、いずれにおいても修道士、修道所は独身を守る。いくつかの修道院の集まった修道院群のことを大修道院と呼ぶ。修道院を有する教派としては、東方諸教会、正教会、カトリック教会、正教会、 ルーテル教会がある。ルーテル教会を除き、プロテスタントには極めてわずかな例外を除いて、修道院はない。カトリック教会には修道会の制度がある。このうち乾燥修道会の会員は原則的に修道院の敷地内を出ずに生活するため、修道院が修道士たちが自由に行き来することが可能な唯一の場所になる。トラピスト会のような感想修道会に所属する。 会員は基本的には自分の意思で修道院から出ることはできない。帝国代表社会議主要決議の第35条は閣僚主に修道院を自由に処分する権限を与えた。有力なプロイセン王国、バーデン王国、ビュルテンベルク王国、バイエルン王国において修道院はどんどん解体されていった。バイエルン選定公領の修道院は 身分制議会に議席を持ち、また選定考量の32%を保有していた。この頃の修道院は科学研究機関を兼ねており、解散により保有していた学術的収集品が資産として処分されてしまった。修道生活は4世紀頃、ローマ帝国による迫害の終焉に伴い、より徹底したキリスト教徒の生活を求めた人々によって盛んになった。 古代教会の時代、砂漠、洞窟、断崖絶壁の頂き、あるいは地面に立てた柱の頂きで一人で修行し、忍者のような生活を送るキリスト教徒がいた。当の頂きで修行する人々は、聖教会では、東東派と呼ばれるが、これらの人々の中では、東東派聖シメオンが代表的存在である。こうした一人で修行を行う古代教会の聖者の多くが、 正教会とカトリック教会の双方で成人として記憶されている。これらの一人として行う修行の形式と並行して古代末期のエジプトから砂漠において集団で弓道生活を共にするという動きも始まった。このような生活スタイルは東ローマ帝国全域に広がり、砂漠においてのみならず都市においても修道を行う者も,も現れてきた。 それに伴い、都市にも大規模な修道院が建設されていった。コンスタンディヌーポリにおける、スティディオス修道院は463年に建てられている。東ローマ帝国内で培われた修道生活は、その後、東ヨーロッパに伝播した。西方においても修道はアイルランドに伝わり、アイルランドの修道者たちが、イギリスやヨーロッパ本土において、人里はれた土地を開いて、 修道院を竹上と共にある生活を営む修道院のスタイルを広めたと言われる。現代の修道院はすべてがそうとは限らないが伝統的な形式を持った修道院には聖堂おむ室、図書室、厨房などがある。カトリック教会の乾燥修道会の修道院では収む室がある場所や部外者が入ることが許されない場所を禁域と呼ぶことがある。 正教会をはじめとする東方教会の修道院では、信徒の日々の祈りと抗議等に欠かせないイコンの政策という重要な役割を今日に至るまで果たしている。8世紀、東ローマ帝国皇帝が主導した製造破壊運動に対し抗議運動の先頭に立っていたのは東方の修道士たちであった。ヌルシアのベネディクトゥスが、 すべて労働は祈りにつながるといったように中世、以来の修道院では自給自足の生活を行い、農業から、印刷、医療、大工仕事まですべて修道院の一員が手分けして、行っていた。そこから、新しい技術や医療、薬品も生まれている。ヨーロッパに古くから、ある常備薬の中には、修道像や修道所の絵柄がよく見られるのはそのためで、ある。ヨーロッパのワイン、 リキュール、ビールは今でも修道院で醸造されているものも多い。中世の修道院は王権の保護のもとに原野や森林を切り開いた。修道会の資産は世俗の地主と違い遺産配分などで分散されることもないため広大な土地を収める地主となっていった。経済力のある修道会はモールドボードプラウなど貧しい農民には手の届かない 農業革命の技術を率先して取り入れることができた。時とともに、修道院は、修道士が自作するのではなく、土地を貸し借治療を取る、水車や風車による製粉券で収入を得る、収奪した余剰食料を商材に市場を運営する、蓄積した富で金融業を営むなど、製品とはほど遠いアグリビジネスへと変貌した。イギリスでは、 ヘンリー・パッセイとバチカンの対立をきっかけとして、イングランド国教会が建てられたため、すべてのカトリック系修道院は接種されて存在しない。修道院が先進技術の発展に貢献した例は多数ある。14世紀15世紀において戦乱によって農業技術の革新が遅れていたロシアに西欧の臨作技術を導入したのは、ロシア正教会の荒野修道院軍であったと、 考えられている。カトリック教会、セアウグスチの修道会の修道師活司祭であり、後には修道院長も務めたグレゴール・ヨハン・メンデルは遺伝に関する法則を発見したことで有名である。また、医療、病院もそのルーツは修道院にある。旅人を宿泊させる巡礼者を艦隊する修道院、巡礼教会をいうホスピスががんで、 余命行く,くもない人が最後の時間を心安く過ごすための施設、ホスピスに転化したこと、艦隊するが病院の語源でもある。修道院でリキュールが製造されているのもこうした医療行為に由来する。世界的に有名な修道院としてはカトリック教会のモンテカッシーの聖教会のアトスさん、メテオラなどがあり、日本ではカトリック教会のトラピスと修道院が 大分や北海道函館市や北海道北都市、三井市にある。ありがとうございます。